今年は6月21日に二十四節気の夏至を迎えます。夏至は1年で太陽が最も空高くまで昇り、1年の中で最も昼の時間が長くなる日々です。しかし昼の長さが最も長いからといって、夏至の日が日の出時刻が最も早く、日の入り時刻が最も遅いわけではありません。こちらは夏至の日の前後の日の出時刻と日の入り時刻の関係を表した図になります。日の出が最も早いのは夏至の1週間ほど前で、ちょうど今頃が1年の中で最も日の出が早い時期となります。一方、日の入りが最も遅くなるのは夏至の1週間ほど後となります。このように夏至はあくまで日の出から日の入りまでの昼間の長さが最も長い日となります。これは地球が太陽の周りを回る公転面に対して自転の軸が傾いていることや、太陽の周りを回る公転軌道が深円形でないことが理由です。昼間は夏本番のような暑さを感じる日も増えてきました。ただ朝早い時間はそれほど暑さを感じず、過ごしやすい時期でもあります。明るくなる時間が少し長いこの時期に早起きして、朝の時間をゆっくり過ごしてみるのはいかがでしょうか。